今まで対談された相手で一番印象に残ってる人はどなたですか？僕は10年ほど前になりますが、ニコニコで小林よしのり先生と対談されたのが印象に残っています。ひろゆきさんの遅刻がネタにされたのもありました。僕は記憶力が悪いので、その一番とか決まらないんですよね。なので、大体どの人でも楽しかったですよ、みたいな話になっちゃうんですけど。だから最近大悟さんの家に行って、メンタリスト大悟さんの家に行って、メンタリスト大悟さんの生放送で似たような質問が来てコメントに答えるみたいなのやったんですけど、で、僕は割と適当なこと言うじゃないですか。聞かれたことに対して、こう思いますよ。特に根拠はないみたいな。僕はこう思います。的なことを言うんですけど、大悟さんって説明するときに必ずこういう根拠がありますみたいなものを出してくるんで、あれが面白いんですよね。よくそんな覚えてられんな、みたいな。僕そういうの論文読んだことあるなとかあったとしても、もう、なんていう論文であるとか、誰が書いたとか、なんとか大学で出てとか、いちいち覚えてないんですよ。なので、ふわっとした知識をふわっと喋るんですけど、大悟さんの場合ってちゃんとソース引用付きみたいな感じで出してくるので、変わってんな、面白いと思って、はい、聞いてました。